デッドボディペドロ、イエーイ。新年早々明けましておめでとう、明けましておめでとう今は1月2日です。今日はね、久しぶりに10のレビューやってください。マッキーの10レビュー久しぶり、イエーイ、グッドボディ、イエーイ。レビューしてください、ちょっと気になってるんですよっていうのが結構多かったんでしたいと思います。ディリリーン M16 でーす。 D&C の M16 です。 A1 じゃないですね。フォアアシストの、あのジャムリボタンみたいなのないんでね、これをね今日レビューしたいと思います。10のレビューめっちゃ久しぶりなんです。なので今日は一人でやるのちょっと大変なんで、そうアドバイザーを、アドバイザーのベトナムのアドバイザーといえばこの男どうもハリモルです。いや同じタイガーになりました。タイガーになりました。そうね、まあ、A&C もなかなかいないね。そう、なかなか見ないし、こだわる人はみんな G&P とかでした、うん、正直言っていいですか、丸いのあれがダメなんですよ、ここ打っててこうやって曲げて弾道変えられる、弾道変えられる、あのコブラみたいにね、うん、ベトナムやるんだったら竹締めの動きするのに首周りがなと思ってて、ね、しかもこれ2万円だったんですよ、大体値段の割にいいと思う。どこが違うとかちょっとマニアに聞いてみようかな、まあまあ、厳密に言ったらねだいぶ違うんだけど、遮熱板入ってて、初期のベトナムはここにリブに補強が本当はない。あ、そうなんですね。これだから A1 のフレームなんですね。あ、 A1 のフレームなんですね。中途半端になってる、中途半端になってるんだねこだわる人は削ればいいんじゃない。あ、なるほどね、うん、あとは先ほどストックがちょっと違うよね、初期型。あ、なるほど、ちょっとね長いです。あ、長いんだ。 A2 かなんかのストックになってる。なるほど、なんかこっちくびれがないって、ちょっとくびれがあって聞いたんですよ。そうそうそう、なんだけどなんかストレート型だからちょっとあれだなって。あとはスイベルってこう回る、うん、パタパタ動くようになってるスリングフックになってるんですけど、これだと固定になってる。あ、固定になってる、ね、A1 とかね。あ、なるほど、こういう感じ。そう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 、こういうのが実際にもついてる。だから GNP とか丸いとかに変えてちょっと短いのにして、ストックだけ取って丸いのつけて、そうそうそう、それでもいいと思う。おまけでちょっと嬉しいなと思ったら、このピンの抜け干しね、抜け干しがあるのは抜け干しね、ちょっと嬉しいかなと思うんですよ、ね、よくなくなったらね。そう、丸いのやつはよくなくなるね。気づいたらいないから、ね、あれが入ってますからね、刻印も入ってるし、うん、そう、こっちにね、あのね、そう、セリフが書いてないのもね、そう、高校に、こいつシーマで、まあちょっといろいろいじっちゃってるんですけど、シーマのロアはここのフレームがない、うん、ただ刻印が入っちゃうんですよ、ね、残念ポイント。あと本当に言ったけど、このリブね、リブ、この強化リブがこっちの方が正解、形はだから E&C ベースで作った方が正確なのができるかもしれない、うん、ベースにするなら値段的にもすごくいいのかな、うん、いいかなって聞きましたね、うん、シーマンの方が太ももの細いパウルになってないから、こっちの方がちゃんとしてなんかどっこいどっこいですね。シーマンもシーマンで広かったけどね、いいとこもあったし、ひどいとこもあったし、あるし、これはこれで A2、A1、M16 で、あの XM16 か、はい、はい、XM も初期のやつ、ね、初期のやつ、ね、よくわからない、もうごちゃごちゃしてるっていう感じなんだな、うん、だから意外となんか使ってる人いないですね、うん、可能性はある、なんか値段帯にしてはしっかりしてるんじゃない、うん、しっかりしてますからね、うん、VN で出してるのはシーマと GNP 丸いか、トータルどっちも見たことある単位からしたらどっちがいい、トータル、うん、丸いと比べたら間違いない、こっち強度的に、シーマとこれ比べたシーマはね、遮熱板が入ってなかったんですよ。正直 E&C の方がベースにするならいいかな、うんうん、チーマの後で最近の ETU が入っちゃってるんで、うん、あれがね、よく壊れます。あー、なるほど、あの、サバギを持っててその日に壊れるっていうちょっとメカゴがクソですね、チーマは、ね、最初はね、鉄だね、補正はもうすごいしっかりしてます。首回してみて、もう首、もう全然曲がらないですよ。ギシギシしないね。そう、ギシギシしない、パキンと折れたらウケるから本物はどういう扱いですか、これ。こういう感じです。違うどこで使われてる。初期、ベトナム初期の頃ですね、ナム製の初期にこう配給されたタイプで、その時使い方悪かったりとか、玉詰まりが多くて、うん、で使えねえってなって、ここにフォアアシストなんですけど、まあ、もっと本当は詳しい理由があるんですけど、よくゴミが引っかかるって言って文句が出て、うん、バードゲージになったりとか、でフォアアシストついたら大体もう M10 って A1 みたいな。うん、初期モデル、そう、初期モデル、うん、実際使ったらいろいろダメだったみたいな、うん、改良されて A1 になった感じなんで、まあ、そんな感じです。そんな感じです。10のレビューをしましょう、ね、はい、あ、ストッパーがあるのはちょっとリアルでかっこいいなと思うんで、あとあれね、ホップ調整しやすいし、そう、あとちゃんとあのボルトリリースで戻る、このギミックついてるのはすごい気持ちいいんですよまあやっぱね、ここですよ、やっぱサイト、大きいリングじゃないと、そうね、狙えないからね、大きいリング、ちっちゃいリング、射撃用のリングついてるけど、そうそうそう、ついてるけど大きいリングあるっていうのは確実に狙いやすい、うん、丸いなんか両方でちっちゃい、これだどれで穴を落としたの、本物の大きい、大きい、近接用と秘密射撃用で、そうそう、ぶっちゃけサーバーゲルですから近接用しか使わないんで、そんな覗いてたらやってると撃たれちゃう。バッテリーはこっちに入ってるんですけど、これがね、厄介なんだよ、本当は、これはね、シーマとかな、ちゃんと
あっちもマイナスだった。あ、ストックを止めるネジと一体になってるんですよ。これがどうも厄介。めんどくさいね。そう、こっちから穴が入るようにやらないといけない。途中で緩めてずらすできない。できない。それもそれはデメリットによ。まずはしましょう。もうやっぱね、海外製なんであれが見たいですよね。飛びが見たいんで、じゃあ飛びやっていきたいと思います。攻め音いきます。これね、大事ね。あの肘は上げないと。当時は肘を上げて打たないと怒られるんですよ。ぎっちり持ったらダメです。あのこう持つんですよね。こう持って打つんですよ。で、体は丸くたらダメです。セミの結構指、本気の指切りして、本気の指切りいきます。もっともっと本気、もっと本気。こんなことやったら女の子行かせられない。もっと早く、もっと早く、早く早く。ダメだこいつ、今指が寒くて動いてない。いや、意外とでも頑張ってる方よ。いや、結構タイ見せてくださいよ、ゴッドフィンガー。もっといや、タイタンの見すぎだってみんな。いける。なんで全然いける。そんな指あれ超高かったよお前。今日そんなに指あれ遅っ。あれどうしたこれだからと思って今これだからと思ってよ。まだまだ、ね、頑張ってね。はい、次フル打ってください。え、次フル、次フル後ですね。もうまめにしてる。軽い。あー、いいいい。このサイクルの音いいよね。ちょっと遅いぐらいがね、うん。バッテリー何使ってんの。バッテリーはね、 7.4V のリポバッテリー使ってます。84、85、85、84。ちょっと低いね。そうですね、ノーマルだと優しい感じ。さっき 0.25 で言ったんですけど、まあ遅い。避けられる。ああ、そう、75ぐらい下がる。うん、10ぐらい下がる。75ぐらい下がる、うん、これぐらいはでも全然だよ。この上のキンって。じゃあ次40。届かない。いや、ホップそんなに上げてないんですよ。ちょっとホップ上げ目です。届かない。届かない。フロートちょっと見えづらいんで。バラ巻きだな。ドロップしてるね。そう、30かな。有効、うん、35ぐらい。ノーマルだときついね。結構ね、ノーマルだときついね。ホップ周りはちょっとやる必要あるね。 0.2 でも40届かないはちょっときつい、うん、でもね、うん、正直言っていい、うん、サイクルがめっちゃ M16 なのよ。ちょっと遅いよ。そうそう、見といてよ、これ空打ちだけど。わかる、まあまあまあ、わかる、わかる。秒間15ぐらいね。そう、ただ M16 けど反動がすごい。チャンバー周りだけいじれば結構使える。そうね、びっくりしたよ。モーターの音そんなにしないですね、うん、ギアなり、うん、もうここのあのバチンバチンって音だけ、うん、これ全然いじってないですね、うん、フルオートにするとなぜかのバラつき。バレル曲がってんじゃないの。でもね、ちょっとそういうの嬉しいな。ベトナムのゲームっぽくない。ちょっと、ね、なんかフルオートにすると命中精度は下がるけど、セミオートで打つみたいな。どうなんそれ。悪くはないかな、うん、俺はこれで正解だと思う。あ、ちょっとノーマル厳しいな。40つこのぐらいが厳しいな、やっぱな。飛車はこんな感じでした。はい、いかがでしたか。値段の割にはいいんじゃないかな。かなり優秀でしたね。いろいろちょっと気になるところは多いですけど、うん、これ持って写真写っててもここが違うとかいう指摘がされちゃうから、ね、まあね、こういうことで言うとまた炎上するけど俺気にしないけどね。あ、まあまあそうね。フレームの強度が丸いと全然違うんで、うん、そこはもうかなりいいと思う。保証でメリット、首が硬い。ヒートシンクがある。バレルが無理やり削って作ってないみたいな、うん、アシストノブがない、反りが深いとか。これがかっこいい。マガジンリロードするときに取ってヘルメットにカンカンってカンって入れて、そう、ここ下ろしたままの叩いてこう入れる、このシーンがね超かっこいいんじゃん。ベトナムは3本塗らないとダサいよ。サイクルがちょうどいい感じ。超安いね。コスパが一番でかいんじゃないの。コスパが一番でかい、うん、ここでデメリットですよ。のデザインがごちゃごちゃ、まあごちゃごちゃ、まあまあここ違うよっていう細かいポイントが何点かあるのと、トップだね、飛距離がね、20でさっき40届いてなかったんで飛距離が足りないかな。初速がちょっと低めなんで、バッテリー交換の癖。メリットとデメリット結構ありましたけど、僕からしたら2万円ぐらいなんで手出してもいいかなと思うんですけど、もうぜひね試しで買ってください。これはベトナムブームをやりましょう。1月2日なんで今年はベトナムデーにしましょう。気になる方 E&C の、 あの M16 を買ってください。ベトナムで待ってますよ僕は。それで締めてください。ベトナムで締めますって、うん、レベル高い。
なんか疲れ切ってるな俺。まあそういうことで、はい、お開き。